秋田県厚生農業協同組合連合会は、秋田県秋田市に本部を置く、農業協同組合連合会である。略称は、JA 秋田厚生連。秋田県内で、9病院、4診療所を管理運営するほか、農村医学研究所、訪問看護ステーション、居宅支援事業所等を運営する。県立の医療機関が、秋田県立農血管研究センターと、 秋田県立リハビリテーション、精神医療センターのみの県下において、参加の各病院は、県立病院と同等の医療機関としての役割を負っている。JA 秋田厚生連は、診療報酬改定や医師不足によって、2006年度から2年連続で赤字に陥ったため、2009年2月に、秋田県から13億4607万円の助成を受けた。 この事態を受け、同年6月の JA 秋田厚生連、経営管理委員会で、元県生活福祉部長を理事長に選任したほか、理事も大幅に入れ替わった。また、同年7月1日付で、県職員2名の派遣を受け入れるなどして、県との連携強化を図り、経営改善計画を策定し、県に提出した。そして県案となっていた、千組合総合病院の改築、 老朽化や医師不足のため一時廃止が検討された古東総合病院の存続での新病棟の建設などの施策を推し進めた。2014年4月、経営環境の変化や社会保障制度改革の進展の乗っ取り、第2期経営改善計画を策定。さらに2017年3月、医療介護総合確保推進法の施行に基づく、 秋田県地域医療構想等の進展を踏まえ、強固な経営、財務基盤を確立し、経営改善を進めるため、第2期経営改善計画を改定した。社体時は、厚生連の前身にあたる、直接的な組織及びその運営病院であった、秋田厚生医療センターの前身の病院を指す。ありがとうございます。